フットボールガールズトーク、頑張れなでしこジャパン。皆さんこんにちは。私、女子フットサルチームチームドリーム背番号20、宇津木めぐみです。第5回を迎えましたフットボールガールズトーク。この番組は9月に行われるワールドカップと2008年の北京オリンピックに向けて頑張っているなでしこジャパンの選手一人一人にスポットを当てて、私たち芸能人女子フットサルのメンバーが女性同士ならではの話を深く聞いちゃおうというコーナーです。さあ、今回私がインタビューしますのは、私の妹でもあります日テレベレーザ宇津木レミ選手です。こんにちは、日テレベレーザ20番宇津木レミです。まさかお姉ちゃんにインタビューを受けるとは思いませんでしたが、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあインタビューしていこうと思うんですが、最初にサッカーを始めたきっかけを、きっかけでそうね、まあ同じきっかけだと思うんだけど、あとから生まれてきたから、ちょっとサッカーやってきっかけをね、まあね、まあぶっちゃけた話、サッカー始めたのは私が先なんで、いやいやそんなことないと思うよ。目が先生まれてるからね、妹、まあ、に負けたくない一心でお姉ちゃんをやったみたいな。そう違うでしょ。まあお兄ちゃん、まあお兄ちゃんなんですけどね。始めたきっかけはお兄ちゃん、唯一一人の一人お兄ちゃんの。そうだね。へえ。背中を追ってね。そうだね。その頃はじゃあ続けサッカーをやり始めて時に今までずっと続けようと思ってました。こんな続かると思ってました。まあちっちゃい頃は。始めてすぐにワールドカップみたいな、その間なんて考えてなくて、始めた直後にはもうワールドカップに出れるもんだと思ってたんで、もうなんか間が多分ないので、記憶の中では始めてもう出来上がった自分しか想像がなかったので、確かにね、まあ、ちっちゃい時にね、まあ、そうそう、私の代表人気分は言ってたぐらいだからね。まあ今まあまあ長い道のりまだね、目が達成しちゃうしね。まああの頃とは変わってないんじゃないかっていう。じゃあ練習量は練習量はどう、ちっちゃい頃と今練習量ってどう。そうね、まあ内容的にはやっぱり今やってる環境とか、チーム構成とか、他に上手な選手とかいるから、内容的にはやっぱり今の方が全然いいサッカーはできてるんじゃないかとは思いますけど、そうだね。まあ、特にね、公園でね、まあ、ね、サッカーやることが多かった、ね、何個バスにボールを引かれたかと思いますよね。そう言わない方がいい、サッカーボールもったいないからね。見つかるまで家に入れなくてね、人の背のドアとかに行ってて、苦情はね、それは内緒なんだ。そうだよね、あの苦情の電話はねすごいなってたね。確かに、まあいいですけど、それは苦情なのです、見るのがやっぱ上手かったしね、そうね、あの当て具合はね、当て具合はね、確かにそうだ。確かにね。じゃあサッカーをやっていて良かったことと悪かったこと。そうね、まあ、良かったこと、そうですね、たくさんあるんですけど、でその中でこれはすごい良かったっていうの、もう、まあ毎日良かったこと悪かったことあるんですけど、一番大きいことは自分関係ない出てない試合でも、チームメイトが出てて泣けることですね。お、それはちょっと代表を、まあ、悔しいっていう気持ちもあって泣くのかもしれないですけど、まあ今出てない側として代表で頑張ってサー選手だったりとか、まあ、一番近い長里選手だったりとか豊田選手だったりとか、まあ、国立も見に行きましたけど、やっぱジーンときますね。頑張っていつも頑張ってて一緒に頑張ってるメンバーがそうやって大きい舞台で戦ってるっていうのは、そう思えるのは良かったなとは思いますね。メグはちなみにレミが出てる試合を見てすごい泣きます。それはどっちの涙かは分かりませんけど、確かに今思うと、まあ、悔し涙が半分
頭不安ヨガと終わってっていう、うん、そういう感じですね。あ、それとはまたまた違う、まあ、涙。あ、まあ、そうですね、まあ、悪かったことはまあこれはあんまり言っていいのかどうか分かりませんけども、もう、まあいいね、あセールとか洋服のセールとか、うん、まあ女の子ですから、はい、あ、これかわいい。これ本当皆さん聞いてた方がいいと思います。はい、スポーツやってる選手ですから、多分みんなスポーツやってる選手はみんなそう思って言ってあげて、そういうとこは、そういう気持ちをね、うん、あ、かわいいこの服ありました、かわいい服が、はい、見ずに並びますね、レジに。はい、並びます。かわいいだけで、はい、買いましたね。はい、履けました。これそういう、まあ、昨日の話ですよね。はい、昨日すごいウキウキで帰ってきて洋服買ったんだってね、メグに見せてくれました。まあ、あのオフが少ないので、はい、まあ、頑張って、まあ、そういうオフもすごいね、かわいい服をね買ってきたのにもかかわらず、私見ました、あの部屋の隅っこで履いてるところを。はい、でも膝上から履いてませんでしたね。すごいかわいそうなことなんですけど、それを言わずに、そう、まあ、おめでにあげるんですよね。そう、そうですね、よく履いてますね、私。ちょっと大きいですけどね。あ、うん、そういう悩みもありつつ、そう、ね、え、それは普段の悩みですね。そうですね。さて、普段の悩みはもう腐るほどありますね。そう、あ、まあ、悩み、まあ、いいことよりもやっぱりね、うん、悪いことっていうか、普段はもう悩むことの方が多いので、うん、まあ、悩まない方がおかしいんじゃないかってぐらい。やっぱり難しいですし、サッカーって、うん、もう本当に嫌になることばっかりですよ、本当に。あのエグにはちょっとわからない。そうですね。ちょっとじゃあ一つメグからしてみてですね、デミのプレー、はい、なんていうの、なんだろう、メグからしてみて、うん、皆さんに見てほしいプレーっていうのは、やっぱ左足がすごく上手っていうか、左足を蹴らしたらメグから決めてレミは本当にもうドンピシャなところに行くっていうところがすごい皆さんに知ってほしい、なんか売っていきたい部分なんですけども、レミ本人からしてみてね、自分のなんだろう、ここを見てほしいっていう売りのプレーっていうのはどこですか。うん、ないんですよ。今こんな熱弁したんですよ。ない、左足がいいっていう、うん、まあまあそれは足が使えないっていう。ああ、まあ言っちゃうとそうか、まあ、すごいあのネガティブな選手なんですよ。そこをめぐと正反対です。そうなんですよ、はい、そこがもう本当に欠けてるんですけども、これ監督に聞かれたら多分もう勝ちに来てますね、監督。それをあのいかに左足でっていう。だからこそ左足が上手い、うまい、うまいうまいっていうのかは分かりませんけども、今ちょっとそうですね、見て、ちょっとこの前マイナスのままなんで、あ、どっかでどっかで最初に返せってもらえるとね、欲しいところやっぱりあの、うん、まあ日本人、うん、で小柄な選手がまあ多いと思うんですけど、確かにその中でやっぱりまず服が着れないっていうのもありますけども、はいはい、はい、やっぱり恵まれた卓があると思ってるので、サッカー選手として、うん、そういうところをやっぱりもうちょっと生かしきれたらいいなと思うのと、うん、世界で通用するまあ、体の強さだったりとか、そういうところはやっぱり売りですし、やっぱりディフェンスとしては見てほしいところでもありますね。じゃあ、 あの日本代表、今回はちょっとねあれなんですけど、日本代表に向けて意気込みとかありますか。そうですね、まあ代表への意気込み、うん、で、まあ、あんまりこれといって代表っていうこだわりっていうか、あの普段と変わらないようにしようっていう気持ちの持ち方もありますけど、まあ、重みっていうのはやっぱり増すと思うし、見てる人もベレーザの宇津木りみよりも代表の宇津木りみっていう方がもしかしたら知ってる方が多いかもしれないですけど、そういう意味ではやっぱり、自分が持ってるプレーをやっぱり出し切って負けないっていう、負けちゃダメだとか、そういう気持ちの面でやっぱり強いものを持って取り組んでいきたいなとは思います。じゃあそんなサッカー漬けっていうのはちょっと今分かったんですけど、はい、唯一オフの日がありましたね。そうですね、あのオフの日っていうのは私ちょっとレミの行動がちょっと分からない時があります。そうです、はい、そのオフの日っていうのはあ、まあ、まあぶっちゃけ何をしてるんですかね。そうですね、最近はもう、はい、あ
お昼の12時ぐらいから、はい、もう火曜日が始まるんじゃないかと、もうもうなんかオフなんですけどね、まあ、昼間だし月曜日の昼間なんですけども、もう月曜日昼間は火曜日に使われてるああそう、金もう座ってじっとこらえてるわけですよ、火曜日が来る、もうオフは、私のオフはもう終わりなんだとまあちょっと考えちゃうわけですよね。ああ、力入ってますね。ちょっとまあそういう火曜日頑張りたいっていう気持ちもありつつ、静かにしてあげてる分もまあたまにはあるんですけど、まあね。じゃあどこに行ってる時はそれはまあたまにはそういう時はない。まあどっかにね、福岡に。ああ、でもちょっと聞く話は。ジムに行ってるっていう気持ちなんですけども、私からしてみたらどんだけ走ってるかっていうの分かりますから。そうですね、あんだけ走って帰ってきてああとか言ってるのに月曜日にジムに行くっていうのはこれどういうことなんですかね。そうですね、はい、このままで走ることはないと思うんですけど、こちらからとしては普通は、はい、普通はね、そうなんですけど、やっぱり火曜日のことと一日休んだちょっとあれですか、そうですね、やっぱりたるんじゃうってことですかね。まあビビりでしょうね。要するにビビってるってことですよね。見えないところにちょっと怖いものがあるっていう。そうですね、まあ人間そういうふうにどっかで、はい、まあ稼がないと。ああ。貯めとくわけですね。貯めとかないとやっぱり伸びないと思ってるし、足りないって思って走るので。まあその行き帰りにはやっぱり買い物して行って買い物してって家に帰るみたいな。すごいスケジュールですね。ちょっとそんなルームに、はい、まだ丸出しですね。まあそれは分かってることですからね。ちょっと一つね、はい、聞きたいことあります、はい、こんなお姉ちゃんの嫌なとこ、そうですね、ちょっとこれはやめてほしいっていうとこがあったら、まあないと思うんですけど一応アイドルなんで、そうまあ一応ですけども、うん、その辺は控えて。じゃあいいとこ、まあ、ある、まあそれいっぱいあると思うんですけど、まあ、そうですか、やめてほしいとこないですか？やめてほしいとこなんか腐ることありますよ、ね、まず本当に朝起きないんですよ。いやそれはもうベルジー時代から一緒ですね。私どんだけ私が早くても起こしてあげて、うん、どんだけ一緒に学校行ってましたからね、中学行ったんですよ、ね、中学の時、ね、トイレ行っても開けっぱなしのドアとか朝起きないのは、まあ、しょうがない、本当に起きません。私お母さんに死んでんじゃないかと思われるぐらい息もしてませんね、はい、そうですね、それはまあやめられませんね、ちょっと、はい、私からしてみたらレミにやめてほしいことは、はい、ベッドが本当何回買ってもちっちゃく見えることですかね。そうですね、なんでこのでっかいベッドを買ったのにかかわらず足が出てるみたいな、何個ベッドを買えば気が済むんだろう、はい、その身長って思います。そうなんですね、はい、もうそうですね、じゃあ